はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。今回もなんかまあちょっと受け回し気味に突撃ドラパルトミミッキュが入ってる感じですね。まあなんか受けの並びを考えて、ラッキーが思いのほかやっぱ奇跡持ってて強くて、カバルドンの枠がね、ヌノだったんですけど、まあちょっとなんかサイクル的にはカバルドンかなっていう。でもちょっと強いカバルドンの方を、あの電気のね、最終2位の人が使ってたカバルドンを使ってみようかなってことで、カバルドンとヤドランが入ってます。で、水ウラオスが、まあちょっと、カバルドンじゃ見れないんで、まあエースワンを含めてヤドランで見れるみたいなノリなんですけど、どうしようかな、これ。エースワン見るのにヤドランだけど、カバルドンで済ませたいな。これでも崩しがな、いやーわかんないな。ウラオスが水か悪かによる、完全に。で、磁場コイルを考えるとラッキーをあまり投げたくない気持ちなんだけど、これだったらドラッパ投げてホロー打ってた方が強いか。そうなると、どうしようかな。カバルドンはでもいていいか。カバルドン、トゲキッス、ドラパルト、カバルドンかな。トゲキッス、ドラパルト、カバルドンでいきますか。ちょっとまあ磁場コイルが重いっちゃ重いんだけど、そこだけかな。磁場コイルがしんどいな、結構。でもかといってヤドランの枠クレベースとかと迷ってたんですけど、まあクレベースにしても全然磁場コイルがきついのは変わんないんで、なんそうなるとヌオが欲しくなってくるんだよね。トゲキから来る。トゲキミラーか。こっちは引けなくて、ただ相手からするとラッキー引きを考えると、ここダイジェット打つとすごい美味しくないから、引いてくると思うんだよな。身代わりで。まあ、こっち最速取ってるんで、あー、ダイマックスか。ただ相手が最速じゃないんだったら、こっちの身代わり置きが結構、生きるかなといったところ。ただ相手先にダイマ切ってきてくれたから、これはこれで悪くない感じはしていて、先動いてよ、ちょっと。OK。ぶねー、ヒヤヒヤしたよね、これ、ちょっと。で、ダイジェットすかせるのが OK。これは悪くないんじゃないか。たくんでたら危なかったから。まあ、最速で中間択と身代わりを置くっていう。同速だとあれなんだけど、耐久振ってたり、臆病じゃない場合が多いイメージがあって、で、ここはウォールでいいかな。で、裏のドラパルト助けなんで、別にダイマックス切んなくても、割と、打ち合える感じもあるんで、まあいいかなと。ただ、大フォローが弱くなっちゃうから、本当だったら、磁場コイルに大フォローで突っ込んだりしたかったんだけど、まあ、それができないのはちょっと致し方なしって感じだな。大ロック。あー、ダリア技持ってんな。大ロックあんのか。まあでもジェットを打つしかないよね。あー、ここジェットなんだ。オッケーオッケーオッケー。そしたら相手チビになった状態にこっちも大ジェットぶち込めるから。うん、お互い2段階アップずつになるから、いやー、むしろ今のとこ大ロックの方が美味しかったかな、こっち視点。まあでも言ってもしゃあない、打ってたのは大ジェットなわけだから。でチビになって、まあここ相手は裏がいるんだったら引く場面だと思うんだけど、突っ込んでる原子結構痛えな。能力上がんないのはマジで助かる。それも 20% になるからな、こいつ。なかなか、いい性能してるよねっていう。トゲキッスな、羽休めあるとここ羽で、粘れるんだけど。控えめなんじゃないかな、トゲキッス。こっちの方が早いでしょ。まあ無理でも、ドラパで。まあ安らかな。そうだよね、最速取ってないよね。倒すか、ひるませて。OK。
フィルムなら全然 OK。 なんかもう当たり前みたいな感じですよね。トゲキッスにフィルムされるのが昔は当たり前だったけど、トゲキッスちょっと使ってみるかっつってこっちも使いましたらひるませるのが日常になっちゃったもんな。逆にひるまなかったら怒るようになっちゃったね。なんかなんでひるまないのみたいなさ、めっちゃひるまないときになんかそれがおかしいみたいな気持ちになってきちゃってて、エース版あーどうしようかな。裏的にトゲキッスを取っといた方がいいのはウーラオスがいる場合か。悪だったら特にトゲキッス残したい感じはあるけど、まあカバルドン引きかな。とはいえエアストラでまあ突っ込んでもいいんだけど、こういうなんか引ける場面にそれをするのは偉くない気がする。ちゃんと引き先用意して火炎棒ロケ。強くね？弾でしょそれ。弾、いや、はじまき？弾。きついなこのエースマン。で、こっからは、でも、トゲキッスいなくて自信一貫してるから、自信打ってきたい感じもあるな。ただ、これだったら、ドラパルトでもエースマン処理できるから、膝、怠けるで正解で、あっき食ってるからそうじゃん、余裕だよね。オッケーオッケー。この展開ならあくびとかがあっても美味しかった感じはあるけど、ボディプル打っていいか。火炎ボールまあラスト1体を助けあるドラパルトと一目で半分ぐらいのトゲキッスで詰めるみたいな感じかな。砂もあるし相手だけ一方的にちょっと削れるでしょ。これ落ちんじゃない？あ落ちないか。まあでも砂ダメで飛ぶ感じだよね。オッケーオッケーボディプレス強くね、カバルドンの。この強さに早くから気づいてたんだろうな。ジバコイル、ラスカだったら耐えんじゃないかな。ラスカメガネかどうか。メガネじゃないね。まあ、D ラインはこの後に及べば関係ないでしょう。鉄鋼だったら削れるからトゲキッスドラパルトで無理やり詰めれそうだしみたいな感じかな。オッケーは勝ちだね。さすがにラスカで突っ込んでくるけど、まあ、トゲキス、いやドラパ見せちゃっていいか。で、これで、ドラゴンアローで、ジバコイル倒すと。いいね。まあ、今まで、本当に受けに寄った構築ばっか使ってきたけど、ちょっとこういう攻め駒も入れていきたいっていう。じゃあもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。相手トリトンいるな。トゲキッスででも食えるでしょ。トゲキできついのがトゲキラッキー、トゲキラッキーカバルドンになるかな。これだったら、まあ、ちょっとドラパルトが龍米だと思うけど、まあ、アクーラオスも、アクーラオスだったらトゲキにそもそも弱くて、水だったらでも宿なんだしてた方がいいか。どっちみち、そうだよね。ドラパルトにそんでトゲキで頑張るみたいな感じ。いやー、ドラパルトが結局しんどいな。それだと猛烈に。先に展開されると負けるから、カバルドンしか出せないかなー。特殊ならラッキーでおそらく完封できて、ヤドラン投げたかったな。エースマンいたし、
あのエースファンが特殊だったらカバ投げて第3打据えた方がみたいなとこもある。ロトムから来る、遅いのか早いのかと、早いんだったらトリックがあるかないかで、遅いんだったらみたいな、いろいろあるね。まあ、一旦ラッキーでいいかな。ドロポン、ハイドロポンポイドンプっていう人はめっちゃやばいっていう、あのカリフォルニア大学の研究結果があります。ここ引くかなんかだと思うんだけど、まあステロ巻いちゃっていいかな。ロトムをとりあえず、あ、突っ込んでくんだ。それは全然 OK だな。鬼火を持っててドロポンでこだわってないのも分かって、多分遅いんだよね。 HB ぶりだからトゲキで上取れてるから、ちょっと削ったりできれば随分楽なんじゃないか。これ投げていいや。多分ボルチェンでさすがに引いてくると思うんだけど、問題は何に引くかなんだよな。たくんできた。マジ？こいつでたくんでくんの？それは全然全然ありなんだけど。残飯か。あー、ちょっと厄介だなそのロトムは。ただ S が上がんないから投げを結構押して2択に、これ絶対最速じゃないと思うんだけどな。鬼火あって、鬼火ドロポン悪だ組なんだ、あと1個。いやー、技が分かんねえな。まあ、もう一回投げるか。でもここで歌うで勝負に行く必要はまだなくて、イドンプ、まあそんなもんだよね。ただ次を耐えなそうだからちょっと考えなきゃいけない。まあダイジェットで飛ぶ雰囲気あるけどな。これだったらダイジェットでも打たなきゃいけなくなるな。投げ、ここ耐えねえ？だから避けない？なんなら避けない。ステロマイタの悠長だったかな。でもう一個の技が、でもそれ悪化じゃないと抜け人に打点なくなるよな。いやー、これ残飯なのがとにかくきついな。ダイジェットを切るか、ヒドンプ突っ張るんだったら身代わりで壊れる待ちしたいね。一回身代わりでいいかな。多分遅いと思うんだよね。オッケー、ヒドンプ貸せ、ヒドンプ貸せ、貸せ貸せ、貸せば勝ち。10万がある。うん、だったらこの身代わりは裏目なんだよな。10万か。あー、まあでも行くしかないか。落ちなかったら負けだなこれ。落ちてもだいぶしんどい思いをするんだけど、まあでもジェットジェットから身代わりでダイマックスからしてエアスラーで狙って、できるからここ落とせばワンチャンまだあって、しばけ飛ぶだろさすがに、ダイジェットしてるし。勝った勝てー、終わった。まだ耐える。身代わり張れるとこまでヒットポイント戻したいな。まだちょっと希望がある。 OK 飛ぶ。
これはこれでナイスなんだけど、いやー相手だけだ今残ってんのかな。ロトムに丸だけ見配ったせいでラッキーでも浮かんないよな。瞑想積むんだったらラッキー意味ないしな。そうやったらハピの方がいいけど、うーん歌わなきゃダメだったか。ここはボールでいいや。いやな、身代わり身代わり、あ身代わりじゃないや、鬼火とドロポン2発全部当ててんのな、強いな。はいはいはい、身代わりあるのでもバレてんだよな。もうあトゲキス上取ってるから幸いなことにね。で水裏押す、ああ突撃もきついか。まあ、でも日差しから入ろう。日差ししかないよなここ。ワンチャンをつかめる技。ネットを焼けないで。なんなら身代わりは耐えるダメージ耐えそうこれ。焼けんなっつったろお前。これでヒットメント回復しなくなっちゃったな。いやでもこいつの前でタクメールだろ。ダイマ切ってこないでしょ、しかもこの人。オッケー。これガン来てんじゃん、ここ。いやー、一発で焼けてなかったらな、これ。身代わり張ってエアスラしてみたいなノリがあったけど、まあここも朝の日だし。あこのトリトドはもしかして天然、天然はワンチャンありそう。あれ天然じゃないよねトリトドンって、貯水でしょ。天然はヌオだよな。一瞬騙されてたぞこっちは。オッケーで、ミラーコート透かせたから、あー、身代わり残して、これワンチャンあるなー、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。まだ全然あって、オッケー身代わり残る。誰？レースバーン。あのトリトドンはトゲキッスで勝てるから、ここあれだな。トゲキッス、どっちがいいかな。一回でもたくめてるからエアスラ押しちゃいたいよな。でも朝の日差しをしといた方がサイクル的にはいいんだけど、まあ大魔だよね。オッケー、それは分かっていて、大スチルしんどいな。スチルだけはマジでやめてほしい。一生のね、スチルだけほんとやめて、それマジきついから。使ったら逆に大体何でもいいんだよな。スチル以外、スチル以外、スチルやめろ。スチルガチアンチ。あ、いいダメージ入るね。ただ次では落とせないから、はい、ダイジェット。これまあジェット打ち続けられてエース関係逆転されちゃうから、変わるのに引く必要があるな。ちなみに持ち物何？弾じゃないね。いやーこれ熱湯やけどが痛すぎる本当に。もうそれだけなんだけど。あそこででもエアスラ押して回復するっていう、おほーなー、攻めれないよな。そっちを攻めれるんだったら本当に強いんだけど多分。オッケー、カバルドン投げて、ダイジェット、あダメージ量は全然問題ないから、あーコトリトドンに合わせて突撃こっちも投げたいな。捨てろ圏内じゃないもんな。ボディプレイ
くよね。これボディペレート落ちない。いや、だったらトリトドン削っとくべきだったか。エアスラ先に打って。いやー、ここ合わせにいけねえの弱えな。でもボディプレ、ボディプレでそもそもこいつ飛ぶとかない。ステロも一回入るわけだし。うわー、しんどいダメージだな。あー、どうしよう。ボディプレ、怠けて、いやでもネット打たれてるだけで終わりが見えてくるでしょ。2ターン粘れないかな。でも2ターン粘れたとしても、うーんって感じだな。怠けるから入って、熱湯でしょおそらく。どんぐらい食らうかだな。うわー、結構食らっちゃうけど、もうマジそれだけだったんだって。それ焼けなかったらちょい粘れてたじゃん。これトゲキッスで頑張って身代わり残す方にシフトしなきゃいけないから、砂ターンを自分で枯らしたいでしょ。耐熱と、で、ボディープレスでカバルドン切って、まあ再生は再生でいいや。再生、まあ別に嬉しくはないけど、まあまあまあ。相手でももう釣ったりとか、できないはずだから、エース版的に。ネットで OK、倒してくれる。こっからなんだよな。まあ、トゲキッス投げるんだけど、からが無限に卓だな。エスバ投げてくるターンに朝の日差ししたら終わるんだよね。でもこのターンは絶対投げてこないから、朝の日差しから入って、いや、じゃんけんマスターになれば勝てる。これはうー、ここで引いてくんのか。でもさっきの行動的におそらくこれ相手ないよね。ジェットから入ってきて、だけど、アイヘで、いや、わかんないか。まだあるかもしんないわ。身代わりこっちゃったから、ジェットアイヘって打つのが正解だけど、でも2発目で行ってこなかったから、アイヘないんだよな、多分。ボールとかだったら耐えそう。弾じゃないし。火炎ボール、それは耐えないか？ギリギリ。あ、そうだよね。熱い。よし。飛ぶよね。オッケー。多分オーソドックスな膝エアスラ、あ、膝違う、膝飛び跳ねるボール、不意打ちかなんかとか、そんな感じだったんじゃない技構成。それだったらどれをしててもエアスラ半減で受けれなくなるから、 OK で、あー、こっからなんだよな。まあ、日差しから入るけど、相手は再生でタスキ残すのが強くて。あ、でもそれも結局エアサラでひるむこと考えると、熱湯してくる。どうぞ。もうでも焼けてしまってるからね。こっちのトゲキスは。だからまあ、ぼちぼち、巧みながらエアサラを打っていけば。回復しながら炊くんでエアスラ打ってみたいなノリでいけるでしょ。 TOD もまだ平気だし、一回炊くんで落ちるかな。ちょっ
とわかんないな。ダメ系しとくか、一応。ダメ系回そう。ここでもどっちみちいいや。一回日差し。急所でも耐えるから。この辺でミラーコートとか押してきてくれたら、アドでしかないし。ミラーコート、OK。で、C がプラス2のエアストラで、6割ぐらいか。こんなに入っても。もう一回タクむべきだね、これ。それで多分絶対飛ぶはず。で、ここ再生だったら、身代わり残してからでもいいし、エアストラでひるむなら、そもそもミラーコードできないわけだし。再生、これタスキケアしなきゃダメだよね、多分。タスキ取りとドンでミラーコート説があるけど、まあ、最悪エアスラ打っちゃっても、ひるみで、なんとかできるっていう。ここは身代わり。相手ここミラーコートでワンチャンしかないでしょ、もう。そのために、再生したんじゃないの？じゃないと。オッケー。これだったらエアスラエアスラでいいや。タスキはちゃんとケアすると。ああ、ミラーコート再生ネット、守るじゃないと思うな、ラスト。残飯じゃないから守る持つ意味ないし。まあ、やすらやすらで勝ちでしょう。ああ、強えな。オッケー。こうやったら身軽張る必要なかったんだけど。まあまあまあ。言うてね、4割の負け筋が残ってたわけだから。それをケアするのは大事で。こうなると耐性も追いつかないし。オッケー。トゲキスやっぱ強え、めちゃくちゃ。当たり前のことしか言ってないけど。じゃあ、おっつ。